雨に泣いてる真山これはねあの東北の巨大地震ですそれの新聞記者たち1,600円プラス税厳冬者から出てこれミステリーと呼ぶのかなというのは最後の数ページがミステリーになるんですよ。つまりその中でずっと慕われていたある寺の僧、えー、その人の背景 実はという話になるんですがいらなかった気がするむしろこれはミステーリーそのものじゃなくてあの中で記者たちがどう戦ったかそして記者たちがどう現実をちゃんと書いたか装飾しないでその物語でも読む方が私は十分よかったこれ「真山仁」10周年デビュー10周年の書き下ろしなんですが私これ変にミステリーを入れるよりその方が真っ向から捉えた方がいい作品になった気がします。 その分で星四点で悪い作品じゃありません。